はい、どうも、ドワイスです。今回もスカイリム実況やっていきたいと思います。前回、同胞団の一員になっ、まだなってないか。同胞団に入れてもらうため、コドラクさんに話をつけまして、ベッドをいただきました。私のベッドどれでしょう？まあ、空いてるとこ好きに。そもそもスコールがあなたを入れた理由もわかりませんね。うん。まあ、まだ認められてないみたいですが、ファルカスさんからいただいたクエスト、スカイリムを襲う苦難、ファルクリースの近くのサウスフリンジ聖域で敵のリーダーを倒す。これをやっていきたいと思います。どうしようかな。じゃあ、ファルクリースまで、早速ですがカットいたします。外で犬を見たか？え？いや、狼は見たが犬はいないな。ほう、鍛冶屋が道で見た犬に賞金をかけたんだ。お前が見ていればと思ったんだが、見張りを続ける。ここにいる間は面倒に巻き込まれないようにな、よそ者。飼い犬でも探してるんでしょうか。ここがファルクリースですね。クエストの目標は？ここ？これか。これ全然ファルクリース近くないじゃない。むしろヘルゲンの方が近い。ヘルゲンか。でもヘルゲンってドラゴンに襲われた後行ってないんですよね。山賊がワンサカいるとか。ここにファストトラベルするのが近いような気もするんですけれど、山岳地帯ですしね。いや、ヘルゲンからスタートしますね。はい、ヘルゲンに到着しまして、ここですね、目標は。一応このただ白い矢印だったら屋外に目標が、屋外といいますか、私が屋外にいて向こうも屋外にいるから白い目標っていうことになってるんですけど、この上のマップマーカーで見ると白い矢印の下に黒い四角みたいなものがありまして、でこれは私が屋外にいるとき、いや私は今屋外にいるので向こうは屋内にいますよっていう表示になってるんで、まあ一回洞窟に潜ってその出口から出たところにボスがいるっていう形になると思うんですけれど、もしかしたらここから道によってはいきなりボスと戦うことになるかもしれませんが、とりあえず向かっていきたいと思います。ちゃんと仮面かぶってね。で、今日の私のお供なんですけれども、ポッカ札幌から出てますグリーンシャワー、炭酸水なんですけれども、ホップの香りがするということでして、ホップってビールとかによく入ってる香り付けの、まあ植物？実？まあそういったものですよね。ホップ単体だとこういう感じの、なんて言いますか、ちょっと酸っぱいような酸味のある、そういう香りがしますね。まあそれ以外は特に味はつけてないみたいなんで、普通の炭酸水なんですけど、比較的炭酸もそんなに強くなくて飲みやすい方かなと思います。ではサウスフリンジ洞窟行ってみたいと思います。はい、
サウスフリンジ洞窟ですけど、入り口はものすごくなんか狭いですね。今のは何？わお。まあどうせ見つかってるんだしね。よ。弱いね。防具も売れるんですけど、ああ所持重量は余裕か。鎧だけ取っていきましょう。腕当てとブーツは重量の割にはあまり売れないんで。もんですね。うわっ、あーしまった。今の氷の罠かですね。魔導士がたくさんいるダンジョンだと今みたいに薄い紋章が刻まれてることがありまして、まあ破壊魔法スキル上げれば私も使うことはできるんですけれども、今回はまあ重装戦士プレイなんで使いませんが、あの罠が結構なダメージなんですよ。ちょっと足元には気をつけていかないと、罠で死にますね。いた。なんでのんきに座ってやがる。あ、こっち来る？こっちに来てくれるんならありがたいけど、来ねえのかよ。なんだ、来ねえなら行くよ。よっと、こっちだっけか。あー、いたいた。来るかい。ここに来るべきじゃなかったな。燃えちゃえばいいのよ。その程度か。いや、さすがに私もそう簡単にやられるわけにはいきませんからね。こっちの方に何か気になるものがあったような。檻ですよね、これ。鶏？うん、ありがたく頂戴しよう。リアルの方の話ですけど、鶏胸肉って自分の体力増強といいますか、そういうのにいいみたいですね。おお、なんか付従された武器がたくさんあって嬉しい。これはマインクラフトでもおなじみの金床ですね。なんか目標が近くにいそうなのでって、なんで壺がこんなところにぶら下がってんだ。ゴールド、あざーす。ん？フォックスがいますね。しかもなぜか敵反応。戦うのか？あ？かぼちゃ？かぼちゃって何？もしかして魔術師たちが飼ってる狐ってことでしょうか。殺さないでおこう。悪いね。でもお前のご主人を殺すよう言われてきてる。言わずに死んでいきました。暗いな。
暗いと動画的にきついということで。また罠か。罠はなさそうだけど、ロックピックか。はい、オッケー。罠怖い、罠怖いけど張ってるかな。いた、お前か。舐めんなよ。回復してやがる。ほら、ほら。殺さないでく。よし。はい、経験値も貯めたところで、あれ？こっちから来たんだっけ？こっちが出口かな。あれ？道がすごく分かれてる。誰かいるの？いるよ。へへへ。こっちにも見張りがいたとは。あら。あら。あら。なめんなよ。なんか嫌な音がしてるんですけど。うわ、フロストバイトスパイダーだ。ぐらいなら勝てるかな。よいしょ。ほら。さあどこだ。こっちか。ほら。いいね。よし、まだいる、まだいるってか、え誰か囚われてる。おお、なんだ、読めねえけど、ジャイアントフロストバイトスパイダー。うっそHP 見てなかった。手を出さない方がいい。雲に2回やられましたけど、ちょっと収録時間が長引いてしまってますので、サクッとリーダーを倒して帰りたいと思います。見つけたわよ。さあ、あとはてめえだけだ。覚悟しろ。お詫びはこれまでだ。もうたくさんだ。こっちだってもうたくさんだ。我慢比べていこうじゃねえか。よし、もう余計なことはしないぞ。荷物整理のために一旦ホワイトランにも戻って、道具を売り買いしますので、それまでカットします。はい、ホワイトランに戻ってきました。じゃあファルカスさんに報告しに行きたいと思います。お
前が一振りする間に入って出てこれるぞ。さらに試してみよう。受け止めよ。いたいた。スコールに言わせると、俺にはイスグラモルの力があり、兄弟にはイスグラモルの知性があるんだとさ。うん。賢く思われないこともある。そんな時は拳をお見舞いしてやるかな。だがあんたは気に入った。よし。問題は解決した。思ってた通りだ。今回も期待に応えてくれたな。仕事を探してるんだ。ちょっと前にスコールが探してたぞ。彼は何をしてほしいんだ。さあね、何かする前に話がしたいと言っていた。彼を怒らせたくはないが、やる気があるなら仕事がないこともない。ものすごく曖昧な開始。栄誉の証明。はい、スコールと話す。同胞団の指導者に今のところ仕事はないが、次の段階についてスコールと話すように言われた。うん。じゃあ今回はスコールさんと話して終わりにしましょう。我々全員の顔に泥を塗ったのだ。見つけたぞ。見つけられたぞ。探していたのか。ああ、どうやらお前の出番だ。どういう意味だ。先週学者と名乗る輩がやってきた。そいつはなんとウースラドの別の欠片がある場所を知っているという。バカな奴にしか見えなかったが、もしそいつの言っていることが正しければ、同胞団の栄誉にかけて見つけ出さなきゃならない。ウースラドっていうのは、同胞団の設立者イスグラモルの使っていた両手斧の名前ですね。ちょっと私は理由は調べてないんですけど、今それは砕け散ってて各地に破片がある状態になってるそうです。それが自分とどんな関係が。これは簡単な仕事だ。しかしお前への試練にはちょうどいい。心して当たれ。そうすれば真の同胞団と認めてやろう。今回はファルカスがお前の盾の同志となる。彼ならどんな疑問にも答えてくれるだろう。失望させるなよ。出なきゃ奴は死ぬ。はい、まあ同胞団への入団試験といったところでしょうか。はい、では今回はここまでとさせていただきます。次回はリグナーがいなかったら誰の忠告にも耳を貸さなかっただろう。彼は俺を引き取り、立ち直る手助けをしてくれたんだ。オッケー、その話は後で聞くよ。では次回はファルカスさんと一緒に、ウースラドのかけらを回収に、多分ダンジョン探索かな、行きたいと思います。では今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。失礼します。